ジュール A は東京都港区ブ10番一丁目に所在する建築物である鈴木エドワードが設計を担当地上11階地下4階建てで下層部は4層分の吹き抜けとなっているこの吹き抜け部分は公開空地で総合設計制度により溶石率緩和を目指す目的がある当初は複合オフィスビルとして建設され地下に 会員制のレストランやクラブ、吹き抜けの上4フロアはオフィス、その上にスポーツジムを設け、上層外にフロアはマンションとした。後に内装がフルリノベーションされ、賃貸マンション主体の構成となっている。雲をイメージした切り込みを入れたパンチングメタルの外装が特徴的であり、これには目の前の幹線道路の騒音や首都高速道路の視界を遮る目的がある。 2004年にダヴィンチが所有権を取得した後、2014年にはゴールドマンサックスアセットマネジメントが運用する不動産投資信託であるジャパンプライベートリート投資法人が取得した。外苑東通りと麻布通りが交差する新一の橋交差点に面し、都営地下鉄大江戸線、東京メトロ南北線麻布10番駅に直結している。 新市の橋交差点上部は、高架構造の1の橋ジャンクションで、首都高速都心環状線と、首都高速2号目黒線が接続する。5階に、農立後期東京本社、6階に、今地下、麻布十番スタジオ、8階に、アトラエが入る。ありがとうございます。